上原美穂のディアベジタブル参りましょう。このコーナーは野菜と果物の良さをお伝えするディアベジがお送りいたします。それではもうね、堂林プリンス気にしなくなった上原美穂さんの登場でございます。はい、今日も野菜ソムリエの上原美穂さんにスタジオにおいでていただきました。上原さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりでございます。いつ以来だろう。だいぶだね。1ヶ月ぐらい、もう何ヶ月ぶりですよね。なんでなんだろうな。たまたまですね。たまたまです。はい、今日は上原さん、どういったお話でしょうか。はい、今日はですね、お野菜 の、まあ、あの、まあ、生野菜とか調理したお野菜のお話についてなんですけれども、はい、土井さんはお野菜を食べるといったらどういうふうにして食べられますか。サラダであったり、はい、炒めたりやはりなんか一番にサラダっていうのがきますかね。きますね。もうグリーンというとサラダをすぐイメージするんですけど。そうですね、まあ、実はこの生野菜や、まあ、野菜を生で食べるようになったのは実は昭和もう戦後になってからの方が主なんですね。そうなんです。まあ、洋食が入ってきてね、欧米食が入ってきたとともにですね、この野菜を生で食べることが多くなりました。まあ、もちろんね、それ以前も和食で生で野菜を食べることはありましたが、それは一部のものであったし、またなんか下処理というかね、ちゃんとそういう下ごしらえをして、食べていたんですけれども、こういった、まあ、いわゆる洗っただけとか切っただけで食べるようなサラダっていうのは本当ここ、数十年という話になりますね。数十年も経ってないですね。20-30年ということですね。はい、そうなんですね。で、じゃあその生野菜で野菜を食べるのがいいのか、調理して食べるのがいいのか、まあ、そういったお話を今日はねしていこうかと思うんですけれども、はい、もちろん生野菜で食べるということは、損失、調理において、なくなってしまう栄養素っていうのが少ないので、それはそれでいいこと、メリットはそういった栄養素を全て取れるっていうのがメリットではあるんですけれども、知られていないのは、はい、生野菜で食べるとですね、野菜にも食物繊維っていうのが含まれるんですが、はい、この食物繊維ってね、人間の体では消化吸収できないんです。はい、なので、うん、栄養素っていうのはその食物繊維の中に入っているので、その食物繊維を壊さないと私たち栄養吸収できないんです。はい、だから、まあ、消化しにくい、まあ、ほとんどしないので、よく噛んで、食べなければいけない。そうしないと栄養素せっかくたくさん入ってても吸収がされにくいっていうのがあるんですね。ということはよく噛むと吸収しやすくなるっていうことですか。そうですね。ただ食物繊維の働きとして、体の中に不必要なものを出すっていう役目があるんですね。はい、で吸収を阻害するっていうのもあるんですね。これね、栄養素の中にも体の中に取りすぎると良くないものとかあるんですね。はい、だからその時に多かったら実は一緒に外に出したり吸収を阻害したりすることがあるんです。うん、そうなんです。だから生野菜だけでは、確かに栄養素はたくさん含まれてるんだけれども、私たちの体の中に吸収できるかっていうと やはりそうではない部分もあったりするんです。じゃあ今度加熱した野菜、これはどうなのかっていうと、先ほどの食物繊維っていうのを加熱することによって壊してくれるんですね。柔らかくしてくれるんですね。なので、吸収しやすく、まあ、もともと壊れているので、吸収しやすく、中の栄養素が出てきやすくなるので、はい、吸収しやすくなります。ただし中の栄養素が出てくるので、お水と仲良しだったり、熱に弱い栄養素はこれなくなってしまったり、お水の中に溶け出したりしてしまうんですね。だから栄養素が少なくなるということはあります。ただし食物繊維が、柔らかくなっているので食べやすい、なのでたくさん量を食べることができるということなんですね。あ、なるほど。はい、なので、まあ、簡単に言えばね、煮た野菜も、それから生の野菜、サラダとかね、そういったものも、どちらもメリットデメリットがあるので、私たちは両方バランスよく取っていかなければいけないのではないかなと思っています。はい、で土井さん、はい、
野菜っていうのは、うん、一日何グラム食べましょうと言われてますか？何グラムでしょう何グラムでしょう。もうここなんか1年ぐらいその話はしてると思うんですけれども、野菜350グラム食べましょうとなっています。はい、350グラムですね。これね、生でも煮てもこの重さっていうのはさほど変わりません。あ、そうなんですね。はい、なので、まあ、生の時に350グラム測っていただいて、それを加熱していただいてもそれはあまり重さは変わらないので、それで十分です。なのでこの350グラムをすべて生ではなく、すべて煮たお野菜、焼いたお野菜という加熱した野菜ではなく、両方取れるようにバランスよく調理をしていただきたいと思います。なるほど。はい、生も加熱をした野菜でも両方にメリットとデメリットがあるんですよね。そうです、うん、そういうことです。あの栄養素がね、まあ、あの生の方はたくさん入っている、逃すことはないんだけども吸収しにくい、加熱したお野菜の方は栄養素は減っているんだけども吸収しやすい。なのでどちらもねメリットデメリットがあるし、またですね、加熱することによって吸収、しやすい、あの吸収率が上がるよっていうような栄養素もあったりするので、やはり両方でね、あの食べていただけたらと思います。もう何でもバランスですね。そうですね、それからですね、まあ、生のお野菜だけでなく、まあ、あの加熱したお野菜もそうなんですからけど、これからの時期って食中毒が多いんですね。はい、はい、でお野菜って割と食中毒とは無縁に思われがちですけど、実は一番多いんですね、原因としては。そうなんですね。そうなんです。まあ、例えば、生だと、洗浄不十分で菌が残ってたり、もしくは例えば、まあ、お肉とかお魚とかをね切ったそのまな板の洗浄が不十分で菌が移ってたりで、あの加熱したあのお野菜、それでもそこで菌が加熱することによって菌が繁殖するっていうものもありますので。あ、そうなんですね。そうなんです。やはりその辺は気をつけて、お野菜だから大丈夫と過信しないで、はい、調理して、菌はね、つけない、増やさない、ね、こうやって食べていただけたらいいかなと思います。そうなんですね。このやはりなん、あの夏に暑い時もサラダとかね、はい、そうですね、あの生野菜ってやっぱり取りたいんですよね。はい、そういう時にはよく菌を洗うなり、はい、ね、よく洗浄して洗うなり、はい、っていうことに気をつければ随分防ぐことはできるんですね。そうですね、あの洗ってすぐ食べるとかね、だからあの保存状態もあまりあのよろしくないので、やっぱりあのサラダとかでしたらやはりあの洗ってすぐね召し上がられるっていうのがいいかなと思います。はい、そうなんですね。なるほど。両方にメリットデメリットがあるということで、はい、やはりバランスですということなんですね。はい、わかりました。あの上原さん、あのイベントなど今月もされますか？はい、あのそうですね、今月はですね、新一公民館、福山の新一公民館の方でですね、先ほどお話ししたような、まあ、食についての、まあ、あのいろんな情報があると思うんですけど、その正しい情報をお伝えするという食のセミナーをあの開催します。6月20日の、10時から福山市新一公民館の方で、開催しますので、これあの新一公民館の方にお問い合わせをお願いしたいと思います。情報なんですね。はい、あの知らないこととか、はい、あのこうだろうと思ってても間違ってる情報とかってきっとあると思うので。そうなんですよ ね。先ほどの、ね、生野菜もなんかあの生野菜だったら栄養が全部取れるみたいな、ね、思われてるんですけれども、いや実はそうではないんだよっていうふうにあのっていうお話をすると、ってびっくりされますし、はい、そういったお話をこの20日もさせていただきます。なるほど。食べる側もね、はい、いろいろ知識って必要になってきますの で、 そうです、ね、賢くね、はいはい、あの知らないで食べるより知って食べる、はい、はい、どうもありがとうございました。今日も野菜ソムリエの上原美穂さんにお話を伺いました。上原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今野菜なんて言った？野菜ソムリエ。ああ、そうかそうかそうか、上原さん、あの来月の第一は私おりますので、はい、またまたお顔を合わさせてください、はい、その時にはカープは何位になってるんでしょうね、予定としては。優勝です。1位です。はい、そう、1位になってるのも、はい、そろそろお見それしました。はい、上原美穂のディアベジタブル、このコーナーは野菜と果物の良さをお伝えするディアベジがお送りしました。